こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は東京都荒川区南千住駅西口にやってきました。正面見えていますのが常磐線の高架線ホーム、その他に東京メトロ、地下鉄日比谷線やつくばエクスプレスが乗り入れています。場所を変えて反対側東口にやってきました。南千住駅は3路線が乗り入れていますが、東口の裏側に JR 貨物隅田川貨物駅があります。交番の裏側という形になります。先ほど話を聞いてみたところ、この場所で貨物列車を見ても構わないということなので見ていきたいと思います。早速仙台総合鉄道部に所属する EH500 型80号機や1号機、そして新鶴見機関区に所属する入れ替え用ハイブリッドディーゼル機関車 HD300 型4号機が留置されています。2009年から13年にかけて輸送量増強のため大幅な改良工事が行われています。コンテナホームの延伸や左側隅田川機関区が新設されているようです。この貨物ターミナルは上越や東北方面を発着する貨物列車の拠点となっています。東京貨物ターミナルに次ぐ東京2大貨物駅、かつては田端信号所方面から貨物列車牽引機がやってきまして、貨車と連結、各方面に向かっていましたが、ここに機関区を作ることによって効率の良い輸送ができるようになったようです。機関車の配置はなく乗務員さんが配置されているようです。正面見ますとちょっと変わった車両が留置されています。右側に EF210 型車掌車よが見えていますが、左を見ますと大物車式、変圧器などを輸送する車両が連結されているようです。先日古川電工専用線や東高高岡専用線で見た車両です。宇都宮貨物ターミナル駅に常備されていまして、小山駅構内にやってきました。その後東高高岡の工場の方に向かっています。てっきり製造された変圧器でも輸送するのかなと思っていたところ、どうやら違ったようです。様々な大きさの変圧器を輸送する大物車式、式 801B1 という形で東高高岡の工場に入ってきましたが、一部の部品が交換されたようです。内張りや継ぎ手、ヒンジの方が交換されまして、 B1 から B2 へと変えています。その後小山駅構内の方に戻りまして、再度宇都宮貨物ターミナル駅の方に向かっています。部品の方が交換されていますので、こちら隅田川貨物駅に一旦やってきまして、点検などが行われています。そして今回再度宇都宮貨物ターミナル駅の方に戻るようです。この後出発となる見込みなので、様子の方見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。どのようなルートで宇都宮の方に向かうのかよく分かりません。しかし一般的に貨物列車が経由するルートとしまして、北千住方面に常磐線で向かいます。そして馬橋支線から武蔵野線に入りまして、大宮経由で宇都宮線となるんではないかなと思います。その他に考えられるルートとしまして、常磐貨物線を経由しまして田端信号場、そして東北貨物線宇都宮線で宇都宮というルートも考えられます。どちらになるかよく分かりません。仮に馬橋支線から宇都宮方面に向かう最初のルートであれば、隅田川貨物駅廃線所を入れ替える必要があります。一旦この先から前進をしてきまして、三河島方面に向かいます。そして進行方向を変え、北千住方面に向かっていきますが、本日は先頭に電気機関車が立っていますので、田端信号所経由になるんではないかなと思います。ちょうどこの奥で出発を待っているような状態、
しかし重機が誘致されていますので中の様子伺うことはできません。追いかけてみましたが、やはり行ってしまいました。進行方向を変えるための入れ替え作業を行いませんでしたので、田端信号所経由で宇都宮を目指したかと思います。そして式801の方ですが、B2 に変わっていました。しかし映像で捉えることはできませんでしたので、また別の機会に見ていきたいと思います。B1 から B2 に内張り交換が行われまして、ここ隅田川貨物駅で検査が終了しました。そして宇都宮の方に戻ったということは、近々営業運行、どこかに変圧器を積みに行くかもしれません。大物車式の方はこの辺にしまして、今回気になる車両がこちらに疎開改装されてきているということです。どのようになっているのか見に行ってみたいと思います。どこに留置されているのかわからないままぐるぐるしていますとやってきてしまったのはこちら、東京メトロの車両基地千住検車区です。引退した車両がここでばらされまして、廃車陸送という形で旅立っていくということを聞いたことがあります。しかし本日特に動きはなさそうなので、貨物駅の方に戻りたいと思います。車両基地となりますので、車両を見ることができるものの、東京メトロに所属する車両、現在探している車両は新鶴見機関区に所属する車両です。唯一となってしまった DE10型、国鉄型ディーゼル機関車1662号機が疎開されてきているということです。活躍の場が完全になくなり、使わない車両を配属先に留め置くことができないということからの疎開なのか、それとも訓練車としてこちらにやってきたのか、詳細はよくわかりません。貨物駅に戻ってきたものの、どこに誘致されているかわかりません。大量の呼気が誘致されています。その奥を見ますと EH200型、真ん中に EH500型、さらに左側EF65型、3両連なり不思議な編成で誘致されています。一番左には EF210型です。吹田に所属する EF66型100番台、パンタグラフは下がっています。たくさんの機関車を確認することができます。しかし EH200型や EH500型のみ。一通りぐるぐるしてみたものの、確認することはできなかったということから、もしかしたら建屋の方に収まってるのかもしれません。それにしてもたくさんの EH500型が留置されています。この場以外にさらに奥側、南千住駅方面にも大量に留置されています。先ほどの変わった編成に組まれた電気機関車3両、号機の方までは確認することはできません。しばらく様子を見ていますが、呼気の入れ替えを行っている程度、特に動きはありませんということであれば、この後移動したいと思います。本日はこの辺で終了となりますが、この先もいろんな列車、いろんな車両を見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。目の前にやってきましたので、この辺で終了。
最後までご視聴ありがとうございました。